まさみちお兄さんです。ペコさんが絶対にカバーしないシリーズ、リターンズ早くしろ。ということで、ね、やってまいりました。ポッペコさんが絶対にカバーしないシリーズってことなんですけども、まあ、最初にですね、ちょっと振り返ってみますと、ステイゴールドに始まり、順番はちょっとあんま覚えてないんで、10フィートのゴーゾーン、あとダストボックス、ライトナウ、あとキューミーのブラックマーケットブルースで、追い出しで一応名誉会長と一緒にコラボしまして、マキシマムザホルモンのチューチューラブマーブンタラカンタラ、まあ、今回、まあ、何をやるか悩んだんですけど、尺がですね、あんまりなくて、ちょっと尺があんま取れなかったんで、今回ちょっと今までで一番低クオリティなんですけど、まあ、CM ソングなんかをやろうかなってちょっと思いまして、まあ、やらないだろうみたいな。やりそうっすかね。 やめるかじゃあってことなんで聞いてください。じゃあ曲振りだけお願いします。富士サファリパークの歌。
改めましてペコさん支援隊と申します。よろしくお願いします。リターンズということでありがとうございます。今日も支援してます。やいやいやいや厳しくね。ということなんですけど、まあ、正幸がどうしてもモノマネをしたいって言ってたので、次やる曲なんですけど、ちょっとマイナーなんですけど、モノマネしたりがね、クリーパーハイプのマルコって曲がありまして、でマルコって曲の音源の最後になんか犬のことを書いた曲なんですけど、犬の鳴き声が出てくるんです、本物のね。それも犬の鳴き声のモノマネをしてから曲を書いたいと思います。これペコさんにいただいたものなんですけど、じゃあモノマネします。くん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 、thank you.
あ、本当にマジでさ、はい、ペコさんのためにやってんのにさ、つまんないことやってる。でも先輩がやってほしいって言ってたらやんな。あ、僕、はい。くんくんくん。打ち上げ楽しみっすね。で次で最後の曲になります。まあもうやる機会もなかなかないと思うんですけど、また機会があったらお会いしましょう。では全国ペコさんファンの皆様、またどこかでお会いしましょう。拍手いただきました。これあのめったに見れないんで、本当にみんなあのあれだよ、あの打ち上げが楽しみですね。いや本当に最後になります。どうもありがとうございました。